はい、こんにちは。パーカッション高見です。今回は DG のチャネラデラックスという花本を紹介レビューしていきます。 DG でグレゴリオ花本っていうのはスペインの花本のメーカーなんですけども、日本でも結構流通しているのでご存知の方多いんじゃないかと思います。はい、私高見もですね、この DG のエンドーサーをやらせていただいておりまして、まあ、この度ね、大量の花本が送られてきまして、まあ、これを叩いてみてほしいと、動画で紹介してほしいというふうに賜りましたので、今回からですね、1本ずつ、動画1本につき1機種ずつ紹介動画を上げていきたいと思いますので、 DG 花本興味あるよという方はぜひチェックしていただければと思います。で、今回紹介するのはチャネラデラックスという機種でございまして、これがこの度ですね、日本で初めて販売開始されるということで、日本の皆様お待たせしましたという感じらしいですね。一足お先に僕叩かせていただきますけれども、これ簡単に言うとですね、 DG の中でもかなりランクが高いハイクラスなハイエンドモデルといったやつで、結構ね、値段もします。はい、なんでそういった高級花本はどういう特徴があるのか、どういう音がするのかっていうのをお楽しみいただければと思います。はい、またせっかくなんでね、同じ DG の、ミドルクラスのチャネラという機種とハイエンドクラスのヤクイデラックスという機種と、叩き比べて音の比較なんかもしていきたいと思いますので、よかったら最後までご覧ください。はい、まずはやっぱこの見た目が目を引きますよね。すごい上品ですし、高級感がある。これね、最高品質のバーチ材を使っているっていうことなんですけれども、まあさすがのハイエンドクラスといった感じです。で、この手触りは結構つるんとね、滑る感じの打面になっております。はい、軽く叩いてみますね。はい、続いてこちらは側面のボディ部分になるんですけども、この見た目ね、めちゃくちゃ良くないですか。この木目といい、色といい、艶といいね、まあ、まさに高級家具っていう感じなんですけども、このボディの方はマホガニー材をかなり特殊な加工をして作ってあります。後で詳しく見ていきますけれどもね、まあまずは何よりこの見た目が超いいと、私もめっちゃ好みでございます。で、音も良くてですね、ちょっと軽く叩いてみますけれども、はい、こんな感じです。はい、で、花本の内部はこのようになっておりまして、この DG のチャネラシリーズっていうのは他のシリーズと比べて弦の数が多くなっています。具体的には片側4本ずつの計8本の弦が貼ってあるので、この打面のどこを叩いてもこの弦の響きが得られるというふうになっています。なので当然指技なんかも反応いいですね。あれ、このボディの方もかなり特殊な加工がされてまして、この内部にね、極力この直角を作らないようにしてるんだそうです。要はこのカーブっていうかね、丸みを作ることでこの本体の、鳴り響きがすごく、良くなるように設計されているそうでございます。はい、で、このチャネラデラックスおよびヤクイデラックスのデラックスシリーズっていうのはね、この、まあ、高級打面を、まあ、しっかりとこの本体に打ち止めてある、すごいこうビスが多いですよね。なので本当にこの打面だけではなくて箱全部が鳴ってるなっていうのが、こう座ってるとね、振動でビンビン感じるんですね。こう軽くね、ちょんちょんと叩いても、まあ十分な音量と音価が得られるんですけれども、思いっきりフルストロークしてぶっ叩いても全然ついてきてくれるっていうか、キャパオーバーしないんですね。ちょっとどれぐらい伝わるかわかんないんですけども、本気で叩いてみます。本気のストロークで叩いてみますので聞いてみてください。はい、いかがでしたでしょうか。もうこの辺のね、天井揺れましたね。はい、それぐらいパワーがあると、特にこのベースですね。ベースなんかですね、ドラムのバスドラ20インチ、もしかしたら22インチのバスドラを思いっきりキックしたぐらいのパワーは出せます。はい、まあ、このぐらいのね、爆音が日本の演奏環境で必要か求められるかどうかっていうのはちょっと疑問があるところなんですけども、まあ、少なくともドラムセットと同等のパワーを出すことはできるというところです。はい、まあ総括するとね、本当にその繊細な
ところからもう爆音まで、ものすごくレンジが広い、表現の幅が広いし、やれることが多いなというのが僕の感想です。はい、ではここからはこのチャネラデラックスと同じシリーズのミドルクラスのチャネラという機種と、このチャネラデラックスと同じぐらいのランク、ハイエンドハイクラスモデルのヤクイデラックスという機種を叩き比べてみますので、花粉選びの参考にしてみてください。はい、いかがでしたでしょうか。これ3つともね、全然違って面白かったのではないかと思います。はい、でちょっとぶっちゃけた話をしますとですね、このチャネラデラックスっていう機種はこのミドルクラスのチャネラの約2倍のお値段するんですね。はい、ただこの2倍のお値段の価値があるかって言ったら、これ結構人によるんじゃないかなと思うんですよ。っていうのはこのミドルクラスのチャネラがね、安いから悪い、品質が劣っているかといったら、決してそんなことはねないと僕は感じました。このチャネラはチャネラで、カラッとしたね、明るい、音色、サクサクっとしたクリスプな音色が好みっていう方もいらっしゃるでしょうし、こういったサウンドが合う音楽っていうのはもちろんあります。全くね、キャラクターが違う、同じチャネラっていうシリーズ、だったとしても、全然キャラクターの違う2台であるかなと、僕は思いました。で、もちろんチャネラデラックスとかヤクイデラックスっていうのはそれぞれの良さがありますし、ハイエンドモデルだけあってですね、表現の幅が広い、あとボリュームゾーンもすごい、小さい音から大きい音まで使える音の範囲がすごく広いっていう印象がありますけれども、まあ、基本的にはね、もう一個一個キャラクターが違うので、適材適所で、まあ、やりたい音楽、出したいサウンドに合わせて自分の花粉選んでいただくといいんじゃないかと思います。はい、というわけで今回は DG のチャネラデラックスという花粉を紹介いたしました。なんか気になることとかね、分かんないこととかあれば、コメントに書いていただければ、僕は分かる範囲で回答いたしますので、よろしくお願いします。総括するとですね、まあ、僕の感想としては、まあ、やっぱりハイエンドモデルだけあって、すごい表現の幅が広い、やれることが多い、特にソロなんかでね、一番使える花粉なのではないかなと思いました。繊細なところからね、ものすごくこうぶっ叩きたい、爆音でわーってこうやりたいところまでの、このレンジの幅の広さっていうのが最大の魅力かなと思いました。はい、興味あればぜひチェックしてみてください。今のところですね、日本では菊谷ミュージックさんのネット直販サイトで、購入することができるそうでございます。この購入方法についてもまた新しく情報入ったらね、概要欄とかコメントに載せていきますので、よろしくお願いいたします。はい、こんな感じでこのチャンネルではパーカッションとパーカッションを愛する人の未来のために毎日情報を発信しています。他にも動画がたくさんありますので、概要欄の再生リストからご覧になってください。またメンバーシップの制度を使ってこのチャンネルのサポーターさんも大募集しています。このチャンネルのパーカッション情報を広めていくぞ、残していくぞという趣旨にご賛同ご支援いただける方いらっしゃいましたらですね、同じく概要欄見ていただいて、メンバーシップ入っていただくと大変嬉しいのでよろしくお願いします。はい、また毎週日曜日は YouTube ライブ使ったパーカッションのワークショップというのもやってますので、チャンネル登録してぜひ参加していただければと思います。ということで、また次回の動画で会いましょう。バイバイ。